食チャイステーキハウス、こっちっすね。あーすごいっすね、食チャイ、このステーキハウスですね。こっちもなかなか眺めはいいですね。リモート？こうやって肉持ってきてくれて、これこれしました。ティボーン、ニューヨーク、ああいう注文方法なんですね。よくわかんない。肉を持ってきて、なんかメニューで選ぶのかな、すごいですね、で、これがメニュースキャン、これをスキャンしてみる感じですね。これが QR コードを読み取った後に出てくる画面になります。まあ、メニューって感じですよね。メインコースとかね、ハッピーで100バーツみたいな。で、こっからですね、プレミアムステーキみたいな感じで、チョクチャイプレミアムフィレみたいな感じで書いてありますね。だいたい、あ、ティーボーンとかも書いてありますね。まあ、結局このチョクチャイティーボーンを選ぶことになるんですけども、ここではラージで1300って書いてあるんですけども、結局はあのお姉さんが持ってきてくれたように、その肉に値段が書いてあるみたいな感じなんですね。で、肉には なんかその2000バーツみたいな書いてあったんで、そっちが値段になります。お会計の時はそっちの値段になりました。なんでここに書いてあるのは、まあ、あくまでも目安みたいな感じなんでしょうね。で、インポートステーキ、オーストラリア和牛とか、なんか黒豚とか、なんかいろいろ書いてありますね。スペシャルメニューとかね、このフィッシュとかね、で、チョクチャイステーキソーセージとか、そんな感じですね。まあこんな感じですね。ああ、セット。おお、サラダ。あ、最高。すごい綺麗に揃ってるフォーク、なかなかないっすよね。あ、このバターとかもじゃあここで作ってるみたいな感じなんですかね。見たらそれ書いてないですよ。マンコクって書いてある。あー、すげえ。いやー、ん？あ、チェック、すげえ。お肉のチェック、お肉のチェックみたいな感じです。おーすごいすごい。おーおー、あすごいすごい。あーあー、オッケーオッケーオッケー。いやすげー。で、これ切りました。これをここにつけて食べます。まあステーキって感じで美味しいです。え、これなんかチーズかなんかつってかけるみたいな感じなんですかね。あ、ペッパーかけてもらいました。このワインとかどうでしょう。ステーキって感じ。こっちがバーベキューソースみたいな感じで、こっちはタイのなんか甘辛い感じのチリソースみたいな感じっすね。それウェルダンでしたっけ。これウェルダン。これニューヨークってあれですね、サーロインのことでした。サーロインステーキ、サーロインステーキ、骨髄かなんかなんすかね、ちょっとよくわかんないですけど、なんかふりかけみたいなやつをかけました。開けたらこんな感じっすね。いただきました。ね、これ結局一体何だったんでしょうかね。このソースも一体何か分かんないソースですね。でも美味しくいただきました。
トイレですね。トイレ兼、あ、なんかちょっと厨房もうっすら見えるみたいな感じなんですかね。なんかすごい、こんなのあるんですね。消火器かな、まあ、こんな感じですね。プール、あー、こんな感じで、あ、なんかすごい、すげえ、こんなのあってんすね。あ、でもトイレがあるみたいな感じなんすね。なるほどね。